超主のプレイヤーが J1 にやってくる。スペイン代表の MF アンドレスイニエスタの神戸遺跡が決まった。スペインの名門バルセロナで長年主力として活躍してきた34歳。世界屈指の司令塔は日本でどんなプレーを見せてくれるのだろうか。イニエスタの凄さは何か。171センチ、68キロ。欧米人に比べて小柄な日本人が 親近感を覚える体格だ。ワールドカップ W 杯でなお馳せて J リーグの門を叩いた近年の大物外国人と比べてみる。今、神戸にいるポドルスキ、ドイツやかつてセオ阪に来たホルラン、ウルグアイは二人とも FW だ。パスの供給役に恵まれないとなかなか見せ場はない。その点、イニエスタは中盤で攻守の全権を握れる。 たまに触れる頻度は多いはずだ。MF の外国選手を遡ると、カシマのジーコ、ブラジルは、J リーグ開幕時には40歳と峠を越えていた。岩田のドゥンガ、銅は、東証タイプで、技巧派ではなかった。その点、カシマのレオナルド、銅、名古屋のストイコビッチ、旧、ユーゴスラビアは、ファンタジスタの花があった。イニエスタは違う。派手なフェイントは多用しない。 足に吸い付くように球を操る自信があるから目線は敵の動きに集中できる。相手の動きを見極め、もしくは先読みして逆を取る。まるで後出しじゃんけんのように自在にかわしていく。優勝を受けおい人だ。バルセロナで欧州チャンピオンズリーグ CL を4度制し、スペイン代表では2010年 W 杯優勝。8年、12年には欧州王者の原動力になった。 10年 W 杯決勝の延長決勝ゴールが象徴するように大舞台に滅う強い。W 杯、欧州選手権、欧州 CL の決勝で全てマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。今回の W 杯ロシア大会でもスペイン代表の中心だ。